伊勢中川駅。伊勢中川駅は、三重県松阪市嬉野中川新町一丁目にある、近畿日本鉄道、近鉄の駅。駅番号は、大阪線が D61、名古屋線が E61、山田線が M61。当駅は、大阪線、名古屋線、山田線の重要な接続点となっている。大阪線は当駅が、終点、名古屋線、 山田線は当駅が起点である。ただし、名古屋線については、列車運行上は近鉄名古屋駅を起点としている。以前は単に中川駅とアナウンスされていたことがあり、地元の住民も中川駅と呼称しているほか、車両の方向幕も中川のみ表記されている場合がある。駅長が置かれ、 大阪線の東青山駅から東駅間と山田線の東駅から東松阪駅間を管理している。5面6線のホームを持つ地上駅。改札口、コンコースは地下に、ホームは地上にある。改札口は1箇所のみ。駅の元を東西に走る地下道があり、歩行者通行専用、そこに改札口が設けられる。東西両口から地下道へ降りる際には、 エスカレーターエレベーターとスロープも設置されており、地下改札内と各ホームの間には階段とエレベーターがある。東側から以下のようにホームが並んでいる。線路は1番線から6番線まである。以上のように1から5番線間にはすべてホームがあり、2から4番線は両側をホームで挟まれる構造になっている。これはかつて 名古屋線が狂気であった当時に、名古屋線、大阪線間の乗り継ぎをスムーズにするための所詮であるが、現在も両側の扉を開いて、複数の乗り換えに対応させたり、停車中の列車を通り抜けて、ホーム間を平面移動できる。3.4番線の列車は両扉扱いを実施。名古屋線、大阪線間の特急、急行での乗り継ぎの大多数は、同一ホーム上で可能である。 2番線については普通列車発着時のみ1番線側から降車できる。なお、唯一短式ホームとなっている6番線は早朝、深夜帯を除く大阪線の普通列車が主として発着する。実用上では上記の取り扱いとしているが、6番線発着を除いた大阪線及び名古屋線への列車に関してはこの限りではなく、校内自動放送や、 係員アナウンスにて、発着番線や種別、停車駅の詳細が案される。なお、大阪方面からは1.23.6番線、本線扱いは3番線、名古屋方面からは1.23番線、本線扱いは2番線、鹿児島方面からは4.56番線、本線扱いは5番線へ、入線可能。大阪、名古屋方面へは1の6番線すべてから、 鹿児島方面へは1の3番線から発車可能。駅構内に名古屋線、大阪線間を短絡する中川短絡線がある。この短絡線は伊勢中川駅の一部であって、信号場ではない。ただし、大阪線側の分岐点は宮古分岐、名古屋線側の分岐点は黒田分岐の名称がある。短絡線を経由する列車はプラットホームを通らないが、 伊勢中川駅構内を通過しているので、運賃、料金は、単純に、伊勢中川駅で折り返したとみなして計算する。この短絡線は、名阪特急の伊勢中川駅でスイッチバックするため、運転停車、ドア開閉省略の不便を避け、途中無停車で、名阪特急の運転を可能とするために付設された。名古屋線の改め機工事に関連し、当初は、 被災駅付近から川井高岡駅付近に 4.7km の新路線建設を計画1959年2月に免許を得た。だが、洋地買収の混乱さや雲津川河橋などの出費を考慮して、結果伊勢中川駅の東側付近に延長を 420m、半径 160m の曲線上の単線を付設することに決定した。 新路線計画は1963年1月に企業廃止。1961年3月29日に使用を開始。当初は名阪港特急、いわゆるノンストップ特急のみが短絡線を利用し、名阪乙特急、沿線主要駅停車の特急は、従来通り伊勢中川駅でスイッチバックを行ってたが、 1963年3月21日から、オツ特急も短絡線を使用するようになった。このため、同日をもって特急車の編成の向きは、大阪線基準から名古屋線基準へと変更された、1961年3月29日より1963年3月1日までは、名阪港特急の編成の向きが、名古屋線内で逆転していた。 この他にも団体用車両の編成の向きを定位に戻す際や奈良線系統用の一般車両を大阪線や名古屋線に配置転換する際にパンタグラフの向きの関係で方向転換する目的で短絡線のデルタ線を利用している場合がある。急カーブを徐行することから短絡効果はあまり高くないが乗客が伊勢中川駅で方向転換をするため 座席の向きを反転させる手間を解消させるというサービス面での効果が得られた。1961年に完成した短絡線には、雲津川の支流である中村川をまたぐコンクリート橋梁の部分があるが、この構造は中村川の治水に不十分であった。そのため国土交通省の補助を受けて、橋梁の掛け替え工事を2002年から行い、 2012年1月21日に完成して供用を開始した。これにより、橋梁部分の改良のみならず、短絡線の曲線半径が半径160メートルから半径200メートルへと大きくなった。制限速度も掛け替え前の時速35キロメートルから時速50キロメートルに向上したが、これに伴うスピードアップは行われていない。 近鉄の特急車の向きは前述の通り、1963年3月21日以降は中川短絡線を通る名阪特急を基準にしている。そのため、大阪線と名古屋線を直通する特急車は必ず中川短絡線を経由し、伊勢中川駅ではスイッチバックしない。この関係上、伊勢中川賢島間では、 大阪線系統と名古屋線系統の特急は、編成の向きが異なり、原則として、名医特急が折り返し境、経緯特急になる、あるいは境、経緯特急が折り返し、名医特急になる運用はない。例外的に1980年代の一時期のみ、深夜に経緯名医打つ特急、その折り返しに早朝名医打つ経緯特急での運用があったが、この場合は、 名古屋線内での編成の向きが異なっていた。2018年3月16日まで大阪線から名古屋線に直通する料金不要列車として一本のみ存在した名張発近鉄名古屋駅急行は直通に際してこの短絡線を使用せず当駅に停車してスイッチバックを行った後名古屋線に入線していた。近年の1日乗降人員を以下に示す。 三重県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通り、この数字には各線の乗り換え客は含まれていない。駅としての知名度や拠点性の高さの割に完成な駅周辺だったが、21世紀になってから駅周辺の再開発が進んでいる。これに伴い、松阪市全体が人口減にある中、嬉しの地域の人口は増加している。 駅の西側は民営の駐車場、駐輪場、住宅などがあったが、駅前広場や銀行、マンションが建設されている。東側は水田地帯であったが、バス発着場やマンションもでき、急速に市街化が進行している。主な施設は次の通り。松坂市、コミュニティバス、三雲地域竹ちゃんハートバス。松坂市、嬉野王金。 バス2011年8月29日に、それまでの三重交通の一般路線、72、系統嬉しの線をコミュニティバスに転換した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。